この木は甲州百名。百名っていうのは一文目何文目っていう言葉で、一個が300g ぐらいなる柿なんで、これ実がなるとこういうふうに垂れ下がっちゃう木になるんで、まあこれもこの木でここにもし3個なれば1キロの重さがかかれば、1キロでも今こうなってるのはこんぐらいになってくる。もっとならせればギューってなっちゃうんで、こういう枝にならせるとこういうふうになってきちゃう。ということを考えた時に木を小さくしたいというのがまず考えるところだけど、まあまずこの、じゃこれをこうなった時に残そうかっていう時は、ここ頭がない、なかったりするから、まず頭がない。こう切っちゃいます。で、ここに芽がある。ここに芽がある。ここに今2つ芽がある時に、これ残しとけばここに、まあ柿2つ残す、なるかなって感じなんだけど、基本的にここがずっともう芽がないところなんで、これをまず、もう先しかならないから落としちゃいます。そうするとここに3つある時に、この中が1本だけあればいいかなと。こんなん全部鳴らしても困るんで、ここはこれを残すつもりで下からもう抜い切っちゃう。で、これもまあ1個は鳴らせるな。まあさっき話がした通り、こっから出てくから、どっちか残しとけば大丈夫だけと思うんだけど、まあできる限り元の枝に近いとこで切っておけば、さっきみたいに芽が飛ぶことがなくなるんで近い方で切り返す。これもさあどうしようかな、これ1個だけあればいいかなって感じでこういうふうになる。そうすればもうここに来年実がなるとしたら、ここに1個か2個、ここに1個、ここに1個って鳴らせばいいかなっていう考えを持ちながら切ってます。ここの場合っていうのが、まあこの上に、まあ低い枝なんで上に枝があるんで、その日陰になっちゃうってことが一番考えないといけないから、まあ日陰になるプラス、あとは極力低くしたいから、まずこうやって切り、少し戻し、あの木を小さくしながら、いらないとこをやって、でもうこの木を大きくしようとしないんで、もうこのままもうここは止めないでいます。あのこれ以上木を、この木は大きくするつもりがない木になります。で、まあ、あとここもこれとこれがかぶっちゃう時に、ここをどうしようかなと思ったら、まあこれじゃあもう実がなればこことここが当たる可能性があるんで、うんうん、一回ここを落として見て、まあここだったら邪魔にならないかな。ただこっち側が今度中にも入ってるから、こっちは切っちゃう。そうして、あとこの木、これもこれとこれが一緒になっちゃうから、まあこういう切り方でここを残すでもいいかなって、こっちでも、うんうん、ここだったら邪魔にはならないかな、この空間があるんで。そうした時に今度これも、うん、まあ実をならすんだったら1本残しといても邪魔にはならない。ただ今度これとこれがかぶっちゃう。そうなったらどっちを残そうかな。こっちの方がまたここのスペースが生まれてるから、こっちを取ってこういう風な残し方をしても、ここのスペースで生きている。でこの木がどっちか、大丈夫です。こういうふうに去年折れちゃってるから、もう折れてるのは切っとかないと意味がない。枯れちゃう可能性があるんで、やっとけばここの今スペースは出てるけど、パッと見てじゃあこれも邪魔だったなと思ったら、ここで取っちゃって、これだけこのぐらいにしちゃっても実はなります。もう、まあ、少し、うん、この品種的にもう少し枝を残しても、この品種はいいけど、まあ枝を少なくしとけば一個一個の大きさは大きい柿になると思うんで、それでもいいのかなと思いますね。ごめんなさい、これもこっちがあったからこうでいいかな。ちょっと寂しいけどこんな感じで。慣れてない人はまずどうしようかと思ったら、上から少しずつ切っていく。そして
これあれもっと切った方がいいなと思ったら今度こういう風に切る一回一発目でこれを全部まあこれを今抜いちゃうけどどうしようかなと思ったら、うん、これ残してみるかと思ったらこういう風な形で切って見てみていらないなと思ったら切る。そういう風にやればあのいっぺんに全部やっちゃえばなくなっちゃうけど少しずつ少しずつ切っていくつもりでいればそっちの方が気分的には楽に。あのマッチってこうなってるとこをさあどうしようかな今実際これは全部切っちゃうつもりなんだけど1回目でじゃあこれでどうかな、うん、これじゃあまだいっぱい残ってるなって思えばこう、うんうん、うんって感じでどうしようって少しずつ少しずつ切ればあこれだったら残しても大丈夫だなって思えばこれでもいいしこれじゃあ困るなと思ったらここで切っちゃえばいいし、少しずつ切っていくっていう方向を初めの人は考えていった方が、あの、木を作るにも見えやすく、あの木が見えやすくなるっていうか、そんな感じがする。先端の方から剪定っていうのはしてった方がいいんで、まあこうやって一番先の方から切っていく。これが一応基本にはなります。でまあこれもずっとここが飛んじゃってるから芽がないからもしあれじゃあこういうふうに切り返していくあ少しずつ元へ元へ戻すそういう剪定も心がけた方が木はこういうふうに垂れなくなるんで少しずつ少しずつ戻していくっていう形の方が基本にはなってくるのかなと思いますね。でこうなった時に今度下の枝があって脚立が入りにくくなるかなって時にはまあ下を切るか上を切るかそれはまあその人たちのやり方まあ作業の楽な方に戻していった方が楽ですね。まあ脚立の一番上には登りたくないから脚立一番上には登らずに届くそうなとこで切る。で、まあ、こういうふうにピロンピロンってなっちゃってるとこがあるときは、まあ、少しでも切り返していく。ここも3本になっちゃうから、まあ、1本切ってば少しでも開くようにして柿の剪定は、うん、少し木が横になっちゃってもいいから、真ん中で切り返すって形の剪定が多いですよ。こっちも行っちゃおうか。あ、じゃあちょっと待ってください。多分映ってないんで。声だけ入ってた。やだよ。